はいどうも皆さんこんにちは、ラブラブホリデーのシュートです。今回の動画もですね、前回に引き続きイギリス国内の旅行ハウトゥーについて紹介していきたいなと思います。まあ、前回の動画でも喋った通り、ロンドン以外に全然行ったことがなかったので、今回は友達と一緒に、イーストボーンにあるセブンシスターズという場所に行ってきました。おそらくイギリスのガイドブックとかにも必ず載ってるような場所だと思います。自然に溢れていて、崖みたいな、景勝地みたいな、日本で言うとなんだ、東尋坊とかみたいな場所ですね。ロンドンの喧騒からですね、少し離れて、落ち着いた雰囲気で休日を楽しめるような場所ですので、ロンドンからも1時間半、電車で1時間半でね、日帰りで全然アクセスできますし、今回僕も日帰りで普通に旅行してきた感じなので、気軽に立ち寄れる場所です。ということでですね、今回はそのイーストボーンの駅からセブンシスターズまでの行き方について紹介していきたいなと思います。まずはセブンシスターズのその景色とか、そういうのもね、動画で今から紹介していきたいなと思います。それでは行きます。 Let's go。 はい、ということで前回の動画でですね、このイーストボーンまでの行き方について紹介しましたので、今回はこのイーストボーンの駅からイギリスの有名な観光地セブンシスターズまでの行き方を紹介していきたいなと思います。イーストボーンの駅ですね、イーストボーンの町の主要ターミナル駅なんですけれども、かなりこじんまりとした駅で、コンパクトな駅です。でまずですね、旅行の工程的に駅降りて、すぐセブンシスターズに行くのもありですし、駅降りて、駅の周辺を少し散策してみるのも、ありだと思います。この動画は単純にイーストボーンの駅からセブンシスターズまでの行き方の紹介になりますので、もうサクサクっと行きます。イーストボーンの駅ですね、まず降りたらタウンセンターと書いてある出口へ進んでください。出口もね、あと2つぐらいしかないんですけど、改札を出て左側の出口です。左側の出口を出ていくと、正面に道路、横断歩道があって、そのちょっと向かい側に、バス停があります。セブンシスターズまではバスで移動しますので、このバス停までまず行かなければなりません。目印としては、その駅出て目の前にイーストボーンなのに、このロンドンって書いてあるパブがありますので、このパブっていうのは日本でいう居酒屋みたいなことですね。お酒飲む場所がありますので、そのロンドンって書かれてるパブの向かいにあるこのバスストップ F という場所に来てください。イギリスのバス停はですね、このバス停の上にアルファベットが書いてありますので、このアルファベットを目印にして、どこのバス停に行ってどのバスに乗ればいいのかっていうのを参考にしてみてください。今回はバスストップの F ですね。このバスストップの F にもたくさんの番号のバスが止まりますので、乗り間違え等に注意してください。そして今回僕たちが乗るバスは12番の A もしくは12番の X のどちらかになります。これはもうどちらでも大丈夫です。所要時間が変わりません。もしかするとですね、イーストボーンからセブンシスターズまでの行き方なんていうウェブマガジンとか、あとはブログ記事とか、僕結構この動画を作る前ちょっとパラパラと見てみたんですけども、そういうブログとかにはですね、なぜか12の X に乗ってくださいみたいな、12の A だと、かなり遠回りして所要時間変わりますって書いてあったんですけども、これ僕バッチリとバス停で時刻表を見てきました。プラス、こういう風に映像にも残ってるんで見ていただければわかるんですけれども、この12の A も12の X もこのセブンシスターズっていう場所までの所要時間は変わりません。これがまず12の A ですね。そして12の X がこちら、所要時間が一緒です。なので、なんでブログ記事とかそういうのに、所要時間が違うとかって書いてあるのかっていうのはちょっとわからないんですけれども、その辺は、もしかしたらですね、昔は12の X と A で所要時間が違ってたのかもしれませんね。ちょっとそれわからないですけれども、現時点では12の A も12の X もどちらによっても変わりませんので、来た方に乗るようにしましょう。それでバスのチケットはですね、運転手さんから直接購入します。こちらイーストボーンのバスはですね、あらかじめ、往復分のチケットを購入するようになりますので、まず行きのバスに乗るときですね、バスの運転手さんに、セブンシスターズに行きたい、そして往復のチケットを買いたいということを伝えると、往復の分の、バスの切符を出してくれます。
まあ、言い方としては、I wanna buy return ticket to Seven Sisters。I wanna buy return ticket to Seven Sisters。っていうふうに言えば、バスの運転手さん、まあ、Seven Sisters までの区間の往復のバスの切符を出してくれます。この時に渡されるのが、こういう薄っぺらいレシートみたいなやつですね。金額が往復で5ポンドになります。こちら現金払いになりますので、あらかじめ5ポンド用意しておきましょう。で、レシートはですね、この1枚しか渡されないんですけれども、これが行きと帰り、どちらも使えるバスのチケットになりますので、なくさないように大切に持っておきましょう。もうほんとレシートみたいな感じなので、もう間違って捨てちゃったりすると、帰りバスまた乗れないので、捨てないようにしてください。で、まあその後ですね、まあこの2階建てのバスに乗って、まあ大体15分から20分ぐらいですかね、バスに揺られてると、セブンシスターズという場所に着きます。バスの電光掲示板にセブンシスターズって出ますので、セブンシスターズっていうのが出たら、バス止まるボタンを押して降りてください。で、セブンシスターズのバス停なんですけれども、本当に、ただね、本当に何もないところに着きます。ただ何か多分観光客の人とかいると思うので、まあそんなに不安があることはないんですけれども、かなり人が少ないです。そしてですね、このバス停から、セブンシスターズ、まあ景色のいいところまでですね、徒歩で移動していきます。徒歩で移動するんですけれども、まず道がめちゃくちゃわかりにくいです。というのもですね、この辺多分、なんか羊とかの放牧地みたいになってるみたいで、こういう風にゲートがあるんですよ。なので、そのゲートが閉じ、まあ、通常はその羊とかが、このゲートの外に出ないようにずっと閉じてあるんで、なんか僕たちも入っていいのかなって不安になるんですけど、これ普通にレバーを引いて、ドアを開けて入って大丈夫です。むしろ入らないと、セブンシスターズまで行けません。これ歩いていく方向がかなり重要でございまして、イーストボーンから行く場合ですね、バス停を降りたら、目の前に多分駐車場があります。あと、電話ボックスと駐車場があるんですけども、自分が駐車場の方向を向きながら、左側にある入り口から入ってください。もしこの説明分かりづらかったら、すぐそこに川があるんで、川の左側を歩いてください。川の左側のゲートを入って、歩いていかないと、セブンシスターズにたどり着きません。これ、川の右側を歩いていくと、残念なことにセブンシスターズの方に行けません。この川なんですけれども、途中に橋が全くないので、もうここで間違えると、途中で渡って移動するってことができません。まあ、泳げればいいんですけどね。なので、バスを降りて、駐車場を見たら、左側のゲートから入るようにしてください。で、左側のゲートに、先ほど説明したような、羊止めのやつがあるので、まずこれを開けて入ります。まあ、このイーストボーンですね、かなりまあ人が少ないので、まあ、ちょっと最初、本当に入っていいのかなとか不安になると思うんですけども、まあ、そこは入らないと観光できませんので、全然大丈夫です。入っちゃってください。まあ、それで今回僕が紹介しているのは、実はちょっとセブンシスターズの中でも少し穴場的なスポットで、あまり観光客の人がいない場所になります。ローカルバスに乗らないといけない場所なので、よくある観光客向けの、なんかホッピングバスみたいなのあるじゃないですか。周遊バスみたいなの。あれに乗ってセブンシスターズに行くと、僕が今回紹介している側の方には行けません。僕的にはこっちの方が本当に手つかずの自然っていう感じで、本当に自然が生み出したセブンシスターズを楽しむことができると思います。人も少ないので、こちらの方が全然落ち着いて楽しめます。本当にね、もう道以外何もないんですけども、こういうのどかな道をひたすら歩いていきます。まあでもね、なんかこういう景色とかって歩いてるだけでも気持ちいいです。まあ、ロンドンに住んでると、もう本当に人を見ないことって、もう家の自分の部屋の中以外ないんですよ。もう夜中に出ても必ず外に人いるし、もううるさいし、騒がしいし。こういう自然のね、川とかね、こういう緑とか、そういうのを見ることって本当にないので、とても気持ちいいです。で、途中からはですね、道が山の上に登っていく道と、そのまま平坦なまままっすぐ進んでいく道って分かれるんですけども、ぜひ山を登って、ください。山を登らないと、いい景色見えないので、そこはちょっとまあ、そんなに急じゃないですよ、この坂も。友達とかと喋りながら歩いてれば、全然楽しく、まあ、あっという間に登れちゃうぐらいの坂ですので、あと羊とかもいるので、なんかそういうの見ながらね、登ってみるのもいいかなと思います。まあでも本当に手つかずなので、羊の糞とかめちゃめちゃ落ちてます。なんか本当に羊とかを放牧してるところを僕たちが歩かせてもらってるみたいな感じなので、まあ歩きやすくて汚れてもいい靴とかで来るのがいいなと思います。もう確実に羊のうんこ踏みますからね。でまあこんな感じでだんだんと登っていくと、海だったりとか、あとは対岸の景色を眺めることができます。この眺めながら歩いてるのもね、かなり気持ちいいです。
あと風かなり強いので、まあ、女性だったら例えば髪の毛結んでいくとか、なんか男性も髪の毛セットしていっても結局無残な状態になります。これそれでですね、頂上に来るとセブンシスターズの崖がですね、こうずっとまっすぐ続いているところの端側に来れます。ここに来るともうずっとまっすぐ崖と海岸線を眺めることができます。もちろん崖の周りに柵とかないので、あまり近くまで行って、まあ、実際に落ちてしまう人とかもいるみたいなので、そこは気をつけてください。こういう風にね、羊とかが飼われていて、まあ、でもやっぱこういうのって本当に皆さんやっぱインスタとか普段使ってるからわかると思うんですけども、やっぱ写真とか映像で伝えるのって本当こういう限界があるんですよね。こういう景色みたいなところってなかなか伝わらないのかもしれないですけども、このだって崖何十メーター、多分100メーター以上あると思うんですけども、それがこう自然によって作られて、ここだけこうガリってえぐられてるわけですよ。美しくないですか？もう僕は美しいと思っちゃうんですよね。でもこれ人間が作ったわけじゃないですからね。もう本当あんま普段ね、やっぱイギリスに来て自然とかあまり見る機会がなかったので、もうテンションぶち上がりですね。もうテンションぶち上がりすぎて羊を追いかけ回したくなるぐらい楽しいです。まあ一応ドローンとかも持ってったんですけど、まあやっぱ風めちゃめちゃ強いので、ちょっと厳しいですね、飛ばすのは。まあでもただ、もう普通に高台にいるので、それだけで結構十分気持ちよく、セブンシスターズ楽しむことができます。はい、ということでですね、今回のイーストボーンからセブンシスターズまでの行き方についての紹介動画はこれで終わりになります。注意点としては、バスのチケットはまず運転手さんに買うっていうのと、バスは12の A もしくは12の X のどちらかに乗る。あとは往復のチケットなので絶対なくさないようにする。そしてバス停着いたら川の左側を歩くようにしてください。海セブンシスターズに向かって川の左側ですねを歩くようにすれば、この絶景を楽しむことができます。右側に行ってしまった皆様、本当にお疲れ様でした。帰りはですね、行き来たバス停まで戻って、その降りたバス停と反対側にまたバス停があるので、そこで12の A もしくは12の X を待てばイーストボーンの駅まで戻ることができます。本数もね結構多いので、気軽にこのセブンシスターズまで来れると思います。それではですね、今回の動画はこれで終わりにしたいなと思います。まあ、僕が見たねブログ記事とかと僕が今回撮った動画って結構内容とかが違ったりしてます。まあ、乗るバスの案内も違いますし、おそらくガイドブックとかでセブンシスターズって載ってるのはこの一番奥の方に見える灯台とかがあるエリアなんですけども、なんかそこはもう本当に人がいっぱいいて、なんかこう自然を楽しむっていうよりかは、なんか、まあ、ただ来てみたいな感じです。で、別に僕がいる側に来るのも、バスで15分とか20分ぐらいの話なので、そこはですね、まあ、ちょっと、まあ、このローカルなバス、海外旅行ではハードルが高いかもしれませんけども、トライしてみてはいかがでしょうか。それではですね、チャンネル登録とか、まあ、SNS のフォロー等もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。